ディーン・マレンコは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。本名は、ディーン・サイモン。フロリダ州タンパ出身。2001年の引退後は、WWE のロードエージェントを長らく務め、2019年5月からは、絵の、シニアプロデューサーを務めている。父は、名門スクール・マレンコ・スクール・オブ・レスリングを、設立し、チェーンデスマッチの鬼の異名を持つボリス・マレンコ。 兄は全日本プロレスで世界ジュニア王座を獲得したジョーマレンコ。少年期から兄のジョーと共に父親からプロレスのトレーニングを受ける。その後、カールゴッチの道場でも鍛え上げられた。1985年2月、当時顧問を務めていたゴッチの勧めで UWF に初来日を果たす。1988年には全日本プロレスにも、 数シリーズ参戦し、当時兄が保持していた世界ジュニア王座に挑戦した。その後、淵正信の同王座にも挑戦したが敗れている。1992年からは新日本プロレスにも参戦し、IWGP ジュニア王座にも挑戦した。また、ここでのクリス・ベノは、エディ・ゲレロとの開校は、彼の後のキャリアに深く影響することとなった。1994年、 ベノは、エディと共に、ECW に参戦。そのレスリング技術で、高い指示を受け、同年11月にはにコールドスコーピンを破り、t b o 王座を獲得。1995年2月には、ベノはとのコンビで、サブータズから、世界タッグ王座を奪取した。その後、エディと共に、WCW に移籍することになり、ECW 最後の試合では、観客から、 Please don't go のコールが起こるほどであった。WCW には1996年により登場し、5月に WCW クルーザー級王座を獲得。以降もクルーザー級の中心選手となり、デイ・ミステリオ・ジュニアやクリス・ジェリコとタイトルを争った。1997年3月には、エディ・ゲレロを破り US ヘビー級王座を獲得。1999年3月には、 ベノワとのコンビで、ウエストテキサスレッドネックスのカート・ヘニングバリー・ウィンダムから世界タッグ王座を奪取した。しかし、名優のベノワと対立していたブッカーのケビン・サリバンによって、WCW を解雇され、2000年1月より、WWF に移籍。同時に移籍した、ベノワ、エディ、ペリー・サターンと共に、ラディカルズを結成し、 WWF のトップ選手と構想する。その後は、女たらしのキザなキャラクターに噴し、ジェームズ・ボンドを気取るヒールを演じた。途中リタに惚れ、シャワー中の彼女を覗こうとするなどストーカーまがいのキャラにもなったが、2001年秋にプロレスラーを引退し、WWE のエージェントに就任。復活版の ECW では、シニアプロデューサーを担当していた。2019年4月、 WWE との約18年にわたるロードエージェントとしての契約を解消。翌5月へのシニアプロデューサーに就任した。ありがとうございます。